はい、どうも皆さんこんにちは、しんでございます。今回の動画なんですけれども、実はこの間浅草にね行ったじゃないですか。あの動画の続きが実はありまして、浅草から空港に向かってそこから函館に帰る予定だったんですけど、時間が結構ありまして、なのでちょっとお昼ご飯でもね食べようかなということで、こちら大井町駅の方に来ております。駅からね歩いてすぐのところにあったお店なんですけど、縁というお店、僕口コミの評価が良かったので行ってみたんですけど、塩ラーメンでねすごくあっさりしてるんだけど、出汁がすごく効いてて、で細麺とねすごく合う感じ、本当に美味しかったです。お昼時で混んでたんですけれども、無事に食べることができました。でそれでもまだ時間があったのでね、ちょっと今回行ってみたかったのが、東京でカラオケ喫茶に行ったことなかったんですよ。でこれまでねカラオケ喫茶を僕大好きだから、いろんなところに行ったことがあるんですけれども、東京では行ったことがないということで今回行ってみました。お店の名前がカラオケスタジオニューステージさんですね。エレベーターに乗ってね3階に行くんですけれども、ちょっとこう緊張をねしながら、初めてのお店って大体ちょっと緊張するじゃないですか。でもまあちょっと思い切ってね、お店の周りにはたくさんのポスターが貼ってあって、で結構イベントなんかもやってらっしゃるような感じでございます。そしてね料金の方がね、やっぱコロナということでねちょっと値段が上がっていましたね。1500円から2000円になっているということで、これはね大放題でドリンクもついて2000円ということですね。園内に入ってみるとお客様もたくさんいて、みんなね歌ってらっしゃいました。なんかもう和気あいあいの雰囲気で、もうお友達同士っていう感じで、僕はねコーヒーを注文をして、何歌うかもうすぐ決めといてねみたいな、まあ、たくさんいらっしゃるから曲が回ってくるの時間かかるのでということ でなんか優先的にね僕を先に入れてくださいました。でなんか慌てて書いたので、とりあえずパクジュミンさんの歌をね歌わせていただいたんです。心乾いた街で、ありがとうございます。皆さんプロですか。こんな感じで盛り上げてくださって、なんか仲間に入れてくださるような感じで、すごくねいい雰囲気でしたよ。本当に居心地が良くって。いいお店だなって思いました。音響もね本当に良かった。すごくね歌いやすい感じでしたね。死語とかもなくって、歌った後ちゃんと拍手をし合うようなねマナーのいいお店だなってすごく思いました。あと結構お店によってね特色が分かれてくると思うんですけど、こちらのお店は新曲ばっかり歌う人っていうよりかは、どちらかというと夏メロとか自分の好きな歌を歌うっていう、逆に言うとね新曲を歌う人が少なかったなっていうイメージでした。これは結構お店によってね変わってくるので、それはね結構初めて行くお店とかではお店のね雰囲気を楽しむ方法かなと思います。だからみんなのね歌ってる曲に合わせて選曲するのもね、まあ皆さんにね楽しんでもらえる方法かななんて思いました。でもう一曲ね歌わせてもらったんです。10人以上いらっしゃったから、結局一曲回ってくのって本当に時間かかってくるので、そうこうしてるうちにもう飛行機の時間、あそろそろ行かなきゃいけない時間だなっていう感じになっちゃって、もう一曲だけ歌わせてもらいました。君たちは何を騒ぐの、甘い果実が欲しいのですか、誰かと比べる幸せなんて、いらない、あなたの視線が愛しくあれば、
ありがとうございます。今日からこの後函館に帰ります。今日函館からやってまいりました。だから寒いところに帰りますので、今日はありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。カラオケ喫茶ニューステージさんのね、中に初めてね東京でカラオケ喫茶に行ったということで、そういうチャレンジ動画でございました。チャレンジというか普通に遊びに行っただけなんですけれど、なんかお客さんがみんなねすごく優しくてよくしていただきました。またね近くに寄った時にはね遊びに行きたいなとそう思っております。以上でした。 Oh yeah.